小倉競馬場第6レースは3歳未勝利戦、ダートコース1700メートル、メンバーは16頭です。小倉競馬場の上空、厚い雲が移動して再びコースに日差しが戻ってきました。ゲートインはダートコース4コーナーを回って少し直線に入ったところ、2番のアローヘッドワンがゲートインを終えます。最後のゲート入り16番オースオブオフィス入ってゲートインが終わります。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず先行争い、中から7番プロネルクール、内は1番ボアビスタ、間からは2番アローヘッドワン、前3頭追って14番ケンイーサルヤム、4頭広がりました。5番手は8番湘南バローロ、内から接近3番カレンスレイ、あとは13番アフラマズダーが外を回って、内は4番ネオバスティーユ中段です。あとは16番オースオブウィス中段で1コーナーを回っていきました。1コーナーから2コーナー先手を奪ったのは2番アローヘッドワンです。リードは1馬身半、2コーナーを迎えます。2番手7番プロネルクール、3番手は2頭並んで外14番ケンイーサリアム、内は1番ボアビスタで向こう上面です。前から5頭目8番湘南バローロ、あとは13番アフラマズダー、1馬身後方に3番カレンスレイです。あとは16番オースオブオフィス中段やや前、前までは7馬身から8馬身の位置、1馬身後方上がっていく12番ヴィンセント、1馬身後方に4番ネオバスティーユ、あとは外10番カーベドロア、内は6番コバノジャッキーでこれから3コーナーを迎えます。後方に9番タモモストーム、600を切って、あとは5番オースミバレル、外は15番東海シーカー、7馬身8馬身後方最後方に11番カフジサファイアです。3コーナーから4コーナー、前は2頭並んで今度は入れ替わって14番ケンイーサリアム先頭か、内は7番プロネルクール、2頭並んで第4コーナーをカーブ直線に向かいました。3番手は外13番アフラマズダー、内は8番湘南バローロ、4番手16番オースオブウィス、現在5、6番手の一線伸びはどうか、前まではまだ10馬身ぐらいあります。前は内、今度は7番のプロネルクール先頭、リードは2馬身取った。2番手は14番ケンイーサリアム、先頭は7番プロネルクール、1着でゴーリン、2着は14番ケンイーサリアム、最後3着争い接戦、内から急激に追い上げた6番コバノジャッキーと13番アフラマズダーの2頭です。1分45秒9の時計、7番のプロネルクール、鞍上松山康平騎手、5レース6レース連勝です。2着は14番ケンイーサリアム、4コーナーから直線にかけてはこの2頭の一騎打ち、最後は抜け出した7番プロネルクールです。2着は14番ケンイーサリアム、最後は遅れる形、3着は13番アフラマズダーか、内から急激に追い上げてゴール前、6番コバノジャッキー、2頭並んでいました。1分45秒9の時計、上がりタイム、ゴールまでの 800m は50秒7、 600m は38秒4でした。7番プロネルクール、2着続きにピリオド、今日は完勝です。松山康平騎手連勝。2着は14番のケンイーサリアム、あとは開いて4馬身ぐらいの差、3着は13番アフラマズダー優勢、内は6番のコバノジャッキーです。結局人気の16番オースオブオフィス、ゴール前伸びを欠いています。6レースが終わりました。1着7番プロネルクール、2着14番ケンイーサリアム、3着13番アフラマズダー、4着6番コバノジャッキー、ここまですんなり上がっています。5着以降は写真判定となりました。6レース確定までお待ちください。